それではここでメッセージをちょこっと紹介させていただこうと思いますが、メッセージ自体は暗くないメッセージです。はい。山口県ムーさん、いつも楽しみに拝聴しています。私は最近思い切って髪を短くしたんですが、これがいい気分転換となっています。政宗さんは気分を変えたいとき、またはイメージチェンジを図るとき、どんなことをしていますかというね。イメージチェンジはあんまりしないんだけど、気分転換というか、新しいペンとか、なんかノートとかを買うと、ちょっとこう気分が、なんか新たな気分になっていいかな。あとね、この間アースバイハートのライブの時も使ったんですけども、緑色のギター持ってるんですけど、それのピックガードを白いピックガードから別光柄のピックガードに変えたんですよ。で、人からあれって新しいギターなんですかって聞かれたんですけど、ピックガードだけを変えたんですけど、それでもかなり新しい楽器を持ったような気分転換ができました。はい、ありがとうございます。